にこの野菜が食べられる草が生えてるかどうか、今日ちょっと外にみんなで散歩に行きます。仏の座って聞いたことある？これがね、仏の座っていうね、植物です。春の七草でおかゆで食べる仏の座は植物名の仏の座じゃなくてまた別のやつなんだよね。違うんすか、まさかの。違う、何だろう。名前が同じで植物は違うじゃんみたいなので、春の七草の中では一番なんかヤバいんですよ。似てるのがいくつかあるけど、まあ、五行って、まあ、五行とも言って母子草のことなんだけど、黄色いちっちゃい花が咲くやつで、これあのタンポポの仲間でね、あの春の野毛って言うんだけどね、まあ、キク科の同じ仲間なんだけどね、これは結構ね収穫量が多いからいいよ。じゃあ一回料理して食べてみよう。じゃあ戻りましょう。